はい、ムッチ TV のムチです。本日はね、前回に続きまして、シュアファイヤーさんのライトシリーズということで、今日、この動画から以降ご紹介する商品は、こちらのメーカーさんです。こちらの、販売店さんからご提供いただきました。ありがとうございます。はい、ということでね、商品の方を早速紹介していきたいと思います。連続で8本、動画を上げていく予定なので、ライトを購入しようかなと。あといろんなジャンル、ただのハンドライトじゃなくてですね、ヘッドライトだったり、あと帽子のつばにつけて釣りとか行くと人はね、使えるんじゃないかなっていうライトとか、あとこういうすごいものすごいコンパクトな、ちっちゃい、キーホルダーにつけておけるようなライトもご紹介します。犬のお散歩とかね、とかに持っていけるんじゃないかなっていうライトもご紹介しますんで、ぜひ、このどこから、この今回の動画から、8本ぐらい上がる予定なんでお楽しみください。で、今回の特徴として、前回ご紹介したライトね、こちら C8 ってやつ、C8 ってやつが特殊ではないんだけど、電池が日本ではそう簡単に手に入らないというか、まあ Amazon とかねでも普通に手に入るんですけど、普通の家庭で使ってる電池じゃない電池なんで、ちょっとその辺がね、大変というか、購入しづらい部分がありますんで、今回からご紹介する、8商品に関しては単三かもしくは単四電池で、動かせる、光らせることができるっていうライトを、ご紹介していきますんで、購入してね、すぐに使いたいとか、そんなすごくこだわってないんだけど、ちょっとちゃんとしたライト欲しいなっていう人は、ぜひご参考になさってみていただければ幸いでございます。はい、ということでですね、今回ご紹介する第1弾こちら、ダン、はい、シュアファイヤーさんの、なんだ、TG06 という商品のご紹介です。TG06、こちらね、前回の箱よりはちっちゃいです。ちょうど手のひらサイズぐらいのサイズの箱に入っているもので、商品もこの写真の通りのものです。クリップとかがついていてね、こういう胸ポケットとかに入れたり、作業する人はね、そういう風に使えるんじゃないかなと思います。あとこのぐらいのサイズだったら、もうこの箱からしてまだ、軽くね、中見たんだけど、ほんと犬の散歩とかね、玄関に置いといてとかっていう風に使えるんじゃないかなと思います。はい、では開けてみましょう。じゃーん、シュアファイヤーさんのこれ2箱目なんだけど、最初のね、1本目の動画と一緒でこのハッピーっていうカードが入っていて、で、説明書が入ってます。ちょっと説明書もね、中見てみるか。説明書はね、英語です。はい。英語で、クリップと、そういうのがついてると。あと、光る部分だよと。あと、押し方で光り方が変わるよとか。そういう風に書いてある説明書が入ってます。おっと？これちょっと待って、中軽くしか見てなかったけど、ちょっと驚き。まずね、ライトの前に見て、じゃん。やっぱちゃんとしたやつってこうなってんのかな？私も仕事柄、ハンドライトとヘッドライトって使うんですよ。ヘルメットのヘッドライトとハンドライト。で、ハンドライトは自前のものなんで、私のね、上司からいただいた、私はライトをずっと長年使ってるんですけど、自分実は買ったことはあるけど使ってないので、こういうのが入るのびっくりした。ほら、見て。これ前回の動画でも説明したと思うんですけど、ライトのオンオフって大体このお尻についてるんですけど、このお尻についてるゴムの部分の替えゴムなのかな、あとは自分の、ね、趣味で例えば色を変えられるっていう風になっている、こういうのをおまけです。これオプションパーツだと思ってた。すごい。あとこれあれだね、そのスイッチの部分もちゃんと入ってる。ちょっとこの辺後で見てみましょう。すごいな。はい。で、ライトはこれ。じゃーん。おー。こういう感じですね。後ろに、じゃん。TG06 って入ってます。で、表はシュアファイヤーって入ってますね。で、クリップがついてるのが特徴かな。このクリップはね、外せそう。うん。くるくる回る。くるくる回るんで、クリップとかくるくる回るから外せそうです。あとは、こっち側にクリップもついてるけど、多分こちら側にもクリップが付けれて、こうやって、なんか例えばこういう風に、ペッて、おまわりさんみたいに付けちゃうこともできるし、
作業する時こういう風につけてもいいし、例えば上照らしたい時は上側逆側にクリップつければ逆側上側を照らすことも可能な、クリップがついてます。はい、あとちょっとこれは見えるかな。はい、 LED のチップはこういう感じ。もしかすると前回のと一緒かな。前回のよりはちっちゃいか、もちろん前回のよりちっちゃいけど結構立派な LED がついてます。これね、カメラでね、明るさ、ホワイトバランスだったり、照度のね、調整をかけると、このライトの明るさって難しいと思うんで、とりあえず1本目はこれを今、早速光らしてみたいと思います。で、光らして、この後の動画はそれと比べていくみたいな感じで、明るさ重視の人はその、私の動画から明るさを感じれれば、明るさとか、あとどうやって光るかね。私なんかは、まあ、そんなこだわりがないんですけど、仕事柄はこう例えばスポットで1点だけパッと明るくしたいとか、あとは雰囲気ブワーッと明るくしたいとか、いろいろあると思うんですね、用途が。ライト一つとっても、でそういうところで、選ぶ幅が変わってきたり、選ぶ型番が変わってきたりするのかなというふうに私は思います。はい、でこれ本体軽いね。あとこれね、ちょっと付属にざっと見ましょうか。ストラップね、同じようなストラップ、このストラップも立派なストラップです。はい、携帯のストラップレベルじゃなくてちゃんとしたようなストラップが入ってます。はい、あと、前回の動画でもご紹介しましたが、オーリングが入ってます。ゴムが、多分ちっこい方も入ってるので、奥側と手前側なのかな。はい、あと先ほど見せたこういう替えのゴム、後ろの替えのゴムっていうか、もう自分のあれかな、好きな色があればそのまま、私なんかラッキーカラーのね、黄緑色が入ってるので、ぜひこれにつけたいなと思います。ただあとこういうのつけちゃうとね、派手さが出ちゃうんで、暗いとこでとか、こう目立たないようにライトを使いたい職業の人ね、おまわりさんとか警察の人とかはちょっと使いづらいかな。ほんとこれも入ってるの、スイッチ、まあ、これでこうやってね、電源オンオフになって、要はスイッチのところが、まあ消耗品、カチ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 してると消耗品なんで、不点灯とかスイッチが入んなくなったよって言ったら、この予備の部品で交換すれば使えるそうですね。やっぱ高いライトなんで、こういうアフターパーツも最初から入ってるんですね。それ知らなかった、全く。前回に入ってなかったけどね。これなんかあんのかな？ちょっとこの辺はすいません、なんかレビュー動画なので、その辺ちょっと細かく説明できなくて申し訳ない。あと、これもそうだな。グラスというか、これプラスチックなんですけど、ガラスじゃなくて。ここが、大事にね、ずっと使ってるすり傷とか、いろいろつくんですよ。それの、ついちゃった時に交換できる、多分レンズだと思います。が、付属されている。まあ話してるよりもつけた方がいいかな。で、今回のこれは単三電池で動くやつです。電池はね、ほんとこうやって、ネジ式になってて、こうやって入れるだけ。方向だけ間違いなくつけます。で、大体これは、これ1個、1回押すとオン。で、1回押すと点灯とか。あとは明るくなったり、明るさが2段階だったり。とか、いろいろあります。ちょっと行ってみます。1回つけてみましょう。あれ？つかない。嘘の。ということで、光り方はこういう感じ、3段階でつくよっていうね、1段階この感じだし、2、3、必要ね、3段階調整できないんだけど、アマゾンのアマループと呼ばれているね、電池だと、
点灯しないです。でもそういうことなんで、ちょっともしかするとこの後の動画撮れないかもしれない。とりあえず今回ご紹介した動画は、パナソニックのエボルタで、点灯チェックしました。こちらね、シュアファイヤーの TG06、 明るさはこのハンドライト、こういう本当の手に収まるサイズで、この明るさ本当あれですね、犬の散歩とかには持ってこい。そんながっつり明るくなくていいよって言うんだったら、これ一番明るくて、一番暗くて、二番目に明るくて、三番目っていう風に調整できるので、ライトでご購入っていうのを方はぜひ、ご検討いただいてはいかがでしょうか。すごいもん。こんな感じめっちゃ明るいから、もう見ることはちょっとできないぐらい明るい。で、ホットってここにも印字されてるんですけど、ホットって、ね、確かにね、ちょっとつけててもやっぱ熱くなる。そんだけ明るいってことだよね。うん、そういう解釈でいいと思います。はい、ちょっとね、違うアクシデントがありましたが、本日ご紹介した商品はこちら、シュアファイヤーのドン TG06 のライトのミニライトかなのご紹介でした。ではムチチメムチでした。ではまた。ピカ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 。